TZLM-15 ベルフェゴルハンガリーのソルノク郊外の高速道路脇で展示されている M-15M-15 ベルフェゴルはポーランドで開発された農業用飛行機で極めて珍しい服用のジェット機である M-15 はソビエトのコルホーズやソフホーズなどの大面積の農場で用いられる農業用飛行機として ポーランドの PZL 社で設計されたジェット推進式の小型飛行機である。試作機は1973年に初飛行し、続いて1974年には量産原型機が初飛行し、1976年から量産が開始された。ジェットエンジン機でありながら副用機で、ソーテールブーム式という奇妙な形状、さらに小型機ながら、 ジェットエンジンにより大きな騒音を発生させることから、ベルフェゴルというあだ名が付けられた。しかし、元来は、飛行安定性の高い服用機であるにもかかわらず、飛行安定性、特に横方向の安定が悪く、積載状態での操縦性に問題があった。構造上の問題から各部を強化した結果重い、機体となり、長い離着陸距離が必要になったため、整備されていない。 飛行場で運用されることが前提の農業機としては不向きな機体となった。さらにオイルショックにより石油価格が高騰すると運用コストが当初の予定を超過したものになり高価な新型機を導入する必要性は失われていた。運用に必要な経費が高すぎると判断されたことから1983年には運用停止が決定され前期が退役した。 なお、使用目的には適合しなかったものの、本機の最大発揮速度 200kmh という数字はターボファン方式のジェットエンジン機としては異例の低速であり、一般には本機が世界最低速のジェット機、世界で最も遅いジェット機であるとされている。九百六十年代に入り、ジェットエンジンを用いた航空機が一般的になってくると、 少なくとも国家業務に使用される航空機はすべてターボジェット、ターボファンエンジン、並びにターボプロップエンジンとして使用燃料をジェット燃料に統一し燃料供給の安定と運用コストの低下を図るべきであるという構想がソビエトが主導する東欧の社会主義権にて立案された。またソビエトにおいて食料供給の安定化と自給率の向上を図る ためには、さらなる農業の大規模化と生産効率の向上が、急務であるとされたことも、高性能な農業用航空機の開発を促す、ことにもなった。これらの構想を実現するため、当時社会主義圏で農業機として広く使用されていた、レシプロエンジン式複用輸送機であるアス2を更新するものとして、ジェットエンジンを搭載した。 農業機の開発計画が立ち上げられた。当初はソビエト連邦の各航空機設計局に設計案の提出が求められたものの、アン -2 の設計、製造元であるアントノフ設計局をはじめ、各設計局とも完全な新設計機の開発には、会議的でアン -2 を筆頭とした既存のレシプロエンジン機を ターボプロップエンジンに乾燥した機体を製造すれば良いとの見解を示しており、軍部からも航空機の開発、生産は軍需が優先されるべきであるとの見解が示されていたため、社会主義国家の工業的相互連携を深めるため、との名目でソビエト以外の社会主義国に共同開発の形で発注することが計画された。当時、PZL 社では、 アンマイナス2のライセンス生産を行うとともに、農業機型であるアンマイナス 2R などの、独自改良型の開発、生産がも手掛けており、原産国のソ連にも逆輸出していたことから、アンマイナス2の後継機の供給を担当することとなり、陶器の開発が行われることとなった。M-15 開発のための実験であるララマイナス1この、 低速の農業用副容器にジェットエンジンを適用することにより効率化を図る計画に従い、I-711 の指定名が与えられた設計のための実験機として、ワルシャワ航空研究所で、アン2の主翼と全部胴体を流用した実験機、ララ -1 が1972年に試作された。同機は、 同年2月10日に初飛行し、この実績をもとに、アン -14 の主翼と降着装置を流用して、製作された一次試作機、LLM-15 が1973年5月20日に、初飛行し、翌1974年1月9日には完全な、新規設計に基づく二次試作機が初飛行し、各種の技術、運用試験が行われた。 試験の結果をもとに実用試験機として1974年から1975年にかけて8機の試作機が製造され1976年には量産原型機としてさらに3機が追加製造された計11機が製造された試作機の実績に基づき1975年夏にはソビエト連邦における対空証明が 1978年3月には、形式証明が発行された。M-15 は1976年から、本格量産が開始され、同年のパリ航空省にも出展された。ソビエト連邦ではアイロフロートにより運用されたが、1973年、ついで1979年の第一次、第二次オイルショックによる、 石油価格の高騰により燃料費に起因する予算の不足から飛行時間が制限される状況となった。ジェットエンジンでは農業機の巡航速度である低速での効率の悪さは遺憾、ともしがたくオイルショック以後の高騰した石油価格では運用コストが計画率暗示の想定をはるかに超えるものとなってしまい低速の農業用服用機にジェットエンジンを 適応することにより、効率化を図る計画の存在意義が揺らぐ事態となっていた。機体そのものに関しても、本来は飛行安定性の高い服用機であるにもかかわらず、上下翼間の左右に散布物タンクを設けたため、飛行安定性、特に横方向の安定が悪く、積載状態での操縦性に難があった。ジェットエンジンは、レシプロエンジンに比べて、 スロットルレスポンスが悪いため低速飛行が基本の本機の用途では速度調整が難しく危険が大きかった複雑な機体構成で低空で小回りを要求される飛行を行うには各部により大きな構造強度を必要としたため設計当初の予想よりも全体の重量が増加し結果として発揮できる最低速度の加減に影響が出た これらの問題から本機が導入されて使用されたのはソビエト連邦のみにとどまり250機が発注されたものの製造コストが当初の予定よりも大幅に増加したことによって価格が高騰したためソビエト側が予算の問題から調達に難色を示し1979年には導入の打ち切りが決定されてそれ以降の生産が中止され 1981年までに175機が生産されたのみに終わった。生産された機体のうち、実際にソビエト側に引き渡されたものは155機にとどまっており、残りの20機については生産されたものの引き渡されることなく一度も飛行しないまま、スクラップとして処分された。 北斐47度09分7.3秒統計20度11分42.6秒北斐47.152028度統計20.195167度47.15202820.195167ハットテイラージョン WR ・ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1976・77ロンドンジェーンズ・イヤーブックス 1976-0-354-005383P144-5ABC エアクラフトコレクション PZLM-15Polish Aviation Museum Crack O 2017年10月4日閲覧 ABCDEM-15Belphagore Air O RU 2017年10月4日閲覧 AB なお総生産数については172季節もある。ABCPZLM15 ベルファゴ 1973.samolotypolskie.pl2017 年10月4日閲覧実際にアントノフ設計局はアンマイナス2のエンジンをターボプロップに変更した機体であるアンマイナス3を開発している。ただし実際はあくまで ソビエト側が主導して行うものであり、共同開発というよりは、同盟国の工業技術、生産力を利用するというのが実態ではあった。ラティジャッチレボラトリアムとは直訳すると、空中実験室だが、この場合は、飛行実験機を意味する。一般に、大気中での噴流型の推進では、大気速度に比して、噴射速度が大きいことは、効率が悪く、 ジェットエンジンの普及以後の低速、低高度で運用される航空機ではターボプロップエンジン、要求性能によってはレシプロエンジンが使用されるのはそのためである。本機の構造上の問題としてエンジンがキャビンよりも上にあることはエンジンで火災が発生するとキャビンに炎症する可能性が高く、また墜落時に重いエンジンがキャビンを押し潰してしまう危険性があり、 重大な構造的欠陥の一つだった。M-15 ベルフェゴール、091977、エアディザスター、RU。2017年10月4日閲覧1977年9月9日に、ウクライナのポルタバ州で発生した -15219、喫 15, 墜落事故では、フラップ操作のミスから離陸に失敗して墜落し、上位2名が死亡している。 ありがとうございます。